今回は、アンバーニック RG シリーズのメタルボディ第3弾、RG351M を紹介します。動画の内容は、開封レビューから本体の各部紹介、実機によるテストプレイとまとめ、最後に感想となります。前機種の RG351P とあまり性能面では変化がないので、本体の詳細は簡単にして、テストプレイを眺めでいこうと思います。まずは、充電用の USB Type-C ケーブル。取扱説明書は、英語と中国語で書かれています。同梱物は、以上となります。RG351M の詳細は、このようになっています。重さは約 265g。 やはりこのメタルボディは、ずっしりとした持ち心地があり、同時にちょっとした高級感も味わえますね。それでは次に、本体の詳細を見ていきましょう。RG シリーズの操作性は、どの機種も全体的にクオリティが高く、とても快適に遊ぶことができます。十字キーやボタンの押し心地は、少し固めといったところ。アナログスティックのサイズ感や入力感度なども、全く問題がなく、ぐりぐり回せて気持ちいいですね。本体左側面には、電源スイッチがあります。フラットなデザインになっているので、誤爆する心配もなさそう。本体右側面には、ボリュームダイヤルがあります。程よい重さがあって、ボリュームの微調整もしやすいです。本体ボトム部分には、両サイドにスピーカーがあり、マイクロ SD カードスロットと、リセットボタンがあります。マイクロ SD カードはスロットぴったりに刺さっているので、何か先の細いものを使った方が取り出しやすいです。リセットボタンが少し奥まった位置にあるのも、誤爆する心配がなくていい感じ。本体トップ部分には、L1、L2 ボタン、OTG 端子、イヤホン端子、OTG 兼、充電用端子、R2、R1 ボタンがあります。本体背面には、バッテリーが内蔵されていて、RG シリーズ恒例の、滑り止めグリップがあります。机の上に置く時の衝撃緩和としても役に立つので、メタルボディには必須ですね。では続いて、実機によるテストプレイをご覧ください。
Alien approaching. Alien approaching.ランマ、よくぞここまでついてきた。行くぞ、手加減はせるぞ。望むところだ。開けて。開けて。良かった点をまとめてみると、メタルボディの高級感がある。OCA 技術を使った美麗なディスプレイ。ダブルアナログスティック搭載。Wi-Fi 機能も初めから使える。といった感じです。気になった点をまとめてみると、
RG35HP と性能は同じ。画面の解像度も進歩なし。寝落ちして顔面に落とすと凶器になる。冬のメタルボディ冷たすぎ問題。といった感じです。アンバーニック RG シリーズのメタルボディ第3弾となった RG35HM。見た目は RG350M とほぼ同じ、メタリックな質感とずっしりした重量感は、なかなか満足度が高く、高級感あふれるコンソールに仕上がっていると思います。しかしながら、新製品として見るとあまり進化した部分がなく、Wi-Fi 機能は使えるレベルになりましたが、それ以外のセールスポイントが少し弱かったかなという印象。旧型の RG350M と比べてみた感想ですが、RG350M の方が解像度が高く、色合いも綺麗に発色していて、画面の比率もレトロゲーム機なので、パッと見た感じでも、RG350 の方が綺麗に感じました。あまり進化した部分がないと言いましたが、やはりアンバーニックの RG シリーズは基本的なクオリティが高いので、普通に遊ぶことはできますし、RG シリーズをコレクションしている人にもおすすめできる一品です。RG35HM に関する詳しい情報は、動画概要欄にある商品リンクからチェックしてみてください。またこの後に RG35HM を使ったロングプレイのリンクを貼っておきますので、興味のある方はアクセスしてご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。コメントや評価、チャンネル登録もしてもらえると嬉しいです。